突撃戦車 A7V は第一次世界大戦末期の1918年に実戦投入されたドイツで最初の戦車である。膠着状態に陥った残酷戦を突破することを目的として開発された。イギリス、フランスと被験する工業国であったドイツにおいて初期の戦車に当たる兵器が最初に検討されたのはオーストリア軍将校。 グンター・ブルスティンが1911年に提案した自走砲が元を挙げ出で、当時としては斬新な旋回式砲塔を持った総輪装規兵用式車両であった。ドイツ軍はこの兵器を検討調査したものの、パテントの問題から実現しなかった。この元を挙げ出の実物大レプリカはウィーン軍事史博物館に収蔵されている。その後、1913年に、 フリードリヒ・ゲーブレが陸上走行巡洋艦の提案を行ったが、この車両には立体が一気装着されていたものの走行機能はなく、計画は中止された。ゲーブレは再度全長35.75メートルの車両を設計したが、これも採用されなかった。イギリスが陸上軍艦の計画を進めていることは、情報活動により、 ドイツ側にも伝わっていたが、ドイツの走行戦闘車両開発が進められることはなかった。1916年9月にマーク愛戦車が戦場に登場すると、企業から戦事省へ様々な試作案が持ち込まれた。その中でブレーマー・マリエン・バーゲンが開発された。これはダイムラーの4トントラックの後輪を立体化した反装記車で、 1916年10月には全車輪も引く動ながら早期化され、1917年3月には走行化も行われたが、テストの結果は貫和しいものではなかった。武装も搭載する計画があったが、走行トラックの息を出るものではなく、戦闘車両としては採用されず、後に輸送車として使用された。 イギリス軍のマーク、愛戦者が初めて実戦に投入されたのは1916年9月15日、ソング回戦のことであった。マーク、愛戦者は、局地的には効果を発揮し、ドイツ軍には衝撃を持って迎えられたが、結果としては、膠着状態を打破することはできず、競商国の戦線が 11km 余り、前進するにとどまった。しかし、ドイツではこれを受けて、 ドイツ軍最高司令部が戦時省運輸担当第七課に同種の戦闘車両の開発を命じた。要求性能はあらゆる地形に適応した上で全部ビブに一問ずつの手法と側面に機関銃を装備して時速 10km から 12km で移動し幅 1.5m の残豪を突破できる能力である。これを満たす車両として 重量30トンの車体に80から100馬力のエンジンを搭載することとされた。非武装の輸送型では4トンの積載能力が求められた。1916年11月13日にダイムラー社など有力企業数社とドイツ陸軍将校によって構成された交通技術試験委員会及び戦時省の間に、 あとに A7V となる全地形走行車両の開発に関する契約が結ばれ、同年12月22日には開発予算が認められた。これにより、研究段階に止まっていたドイツの走行戦闘車両開発が具体化に動き出した。設計責任者はヨーゼフ・フォルマー議士とされた。開発にあたり、アメリカのホルト社のドイツ国内代理人である。 ヘール・シュタイナーがアドバイザーとして呼ばれた。また、フォルマー技師の提案により、コスト低減と開発を急ぐために、ブタペストでライセンス生産されていた、ホルト社の農業用トラクターが購入された。研究はこれを分解調査するところから始まった。ホルトトラクターは先んじて、戦車開発を行っていた、イギリスや、 フランスも参考にしていたものであり、この車両の構造そのままでは、不正地走行能力が不足していたため、大型化とサスペンションの改良が行われた。1917年1月に、最初のプロトタイプが完成したが、機密を維持するために開発部門の頭文字を取った A7V がそのまま名称となった。これには、ヨーゼフ・ホルマーから V の字が取られたとも言われている。 1917年4月にはシャーシのみの状態で走行試験を開始した。1917年5月14日にドイツ国内マインツ近くの演習場で木製のボディを被せた試作車両のデモンストレーションを見学したドイツ軍最高司令部はさらに重量の追加生産を命じた。これら20両の A7V でもって2個戦車体を編成して残る重量は 予備とすることを決定した。生産型には、ビブの方は搭載されず、木製の試作車両にあったビブの調合用ガイドも取り付けられなかった。その後も繰り返しテストが行われたが、エンジンの出力不足や冷却などは根本的な解決に至らなかったようだ。基本となる生産は、ベルリンのダイムラー社が行い、走行版は、エッセンのクルップ社とステフェンスネーレ社、 ギアボックスは、フランクフルトのアドラー社が担当した。最初の車体は1917年9月に完成し、武装なども施された車両が納入されたのは1917年10月1日であった。1917年12月1日には、戦車型10両と同じシャーシを利用した走行のない兵員、弾薬輸送車型90両の、計100両が発注された。 これを1918年に予定されていた春季構成に間に合わせるように求められていたが、ダイムラー社の生産能力は月産5両程度で、参謀本部も U ボートや飛行機の生産に資源や工業力を注力させていたため、急戦までに生産されたのは、戦車型が試作も合わせて22両、兵員、弾薬輸送車型が30両程度にとどまった。 当時の戦車併用マスク。車内に飛び込んできた断片から顔面を保護するためのもの。1917年10月には部隊配備が開始され、1918年2月27日には皇帝ビルヘルム2世の越平を受けた。ホルト社が初期の実用離体式トラクターを商品化してからまだ10年ほどであり、ヨーロッパに存在するほとんどのトラクターがホルト社、 または、ホルト車のライセンスを受けて生産されたものであった。足回りは片側に、計1 5個の小型天竜を並べたもので、これは、ホルトトラクターを参考にした戦車に共通する特徴である。これをここで一組、両側で合計6組をそれぞれコイルスプリングで車体に取り付けた。しかし、実戦場では軟弱地での走行性能の低さが問題になった。 イギリスが戦車開発にあたり、調合性能や、超包み性能を考慮し、ホルトトラクターの形式を採用せず、車体全周を覆う、菱形の離体配置に落ち着いたのに対して、A7V は離体の設置長に対して、車体のオーバーハングが長く最低地上高もわずか20センチメートルであった。そのため、電源地や砲撃によってできた窪地など複雑な、 地形を走行する能力が低かった。本社は、車体中央にエンジンを搭載し、その上に操縦席を設けている。エンジン1機では、能力不足であったため、ダイムラー社の駅冷直列4機筒100馬力ガソリンエンジンを2機、搭載した。これは、当時のドイツでは、小型の200馬力エンジンとそれに耐える高速、小型クラッチを製造できなかったためであった。 足回りは前日の農業用トラクターを参考に全長を延長したものが用いられた。ギアボックスは前進一段、後進一段でエンジンは過負荷の影響を常に受けた。2機搭載された核エンジンが左右それぞれの履帯を動かしていたため操縦は難しかった。車内には天井から釣り革代わりの先端を結んで玉にしたラナーがぶら下がっており、 これは現在ムンスター戦車博物館にあるレプリカでも再現されている。乗員は、社長、操縦士、機関手機関手検診合手、手法担当の法員、機関銃担当の銃手と多く、合計18名であった。状況によってさらに多くの兵士が同乗する場合も、あり、最大で26名が乗車した。独自陛下としての戦車部隊ではなかったため、乗員は、 公平部隊や不評部隊、自動車部隊などからそれぞれ融通された。車両同士の連絡は、明滅信号で行われ、後方との連絡は伝令か軍バトで行われた。連絡用の電書バトが配備された場合は、ハト専門の世話係も乗車した。ムンスターに展示される車両の手法部手法は、ロシア軍から捕獲した、ベルギー製の海軍砲、マキシム式単装のルデンフェルト57。 ミリメートル砲を採用し、これを砲、各式に一門搭載した。ドイツ軍はこの砲を戦車の生産計画に組み込むことができるほど大量に捕獲していた。この砲は、後座長が150ミリメートルと短く車載に適していたのと、野砲として陸上戦闘に使用した結果、当時のイギリス戦車を距離2000メートルで破壊できたために採用され、 砲弾は500発が搭載された。他にもやはり、ロシア軍から捕獲した、ロシア製の26口径ミリ 57mm 砲を搭載した車両もあり、搭載砲の違いにより、砲型砲基部にバリエーションが見られる。これらは左右に25度ずつ試行することができた。MG08 重機関銃重機関銃は、複数が装備された。 シュパンダウ m g 零八水冷式重機関銃が全部左右に2丁、後部左右に2丁、後方に2丁の合計6丁が装備され、1丁につき2人の機関銃種が操作した。弾薬は3万6千発が搭載された。ドイツが1908年に採用した m g 零八機関銃は日露戦争でロシア軍が日本兵を苦しめたマキシム機関銃を反とするもので、 250発の布製ベルトリンク式球団で毎分450発を連射する能力を持っていた。ドイツはこれを開戦時には12,500丁を装備し、最終的には10万丁が配備された。他に MG08 を軽量化して過半化した LMG0815 一丁、モーゼルカル 98R 機兵銃が6丁と手榴弾が装備され、これらは 故障時や破損時に車外に脱出した乗員が戦闘に参加するために備え付けられていた。戦車兵それぞれの個人装備にはルガー P08 が支給された。車内は剥き出しのエンジンの騒音がひどく、戦闘中はこれに戦闘騒音も加わるため声による指示は不可能であった。車内はわずかに差し込む光以外は真っ暗闇で、そのため射撃の指示は手法。 機関銃ともに司令塔の社長が操作する射撃指示装置によって行われた。射撃指示装置は各位手の前の内壁に備えられる、簡便なもので、文字盤に書かれたアハトゥングとフォイヤーの表示がそれぞれ点灯するようになっていた。なお、A7V の中でもグレートヒエン号はメガタとして手法を搭載せず、MG08 機関銃を2丁多く装備していたが、 あと2搭載型に改められている。生産数は少ないにもかかわらず、試行錯誤しながらのハンドメイドであるため、装甲板の分割や各部形状にバリエーションが見られる。改良により総甲板は同じ厚さのままで対弾性を向上させていった。古城する兵士ドイツ軍は降着した戦況の打破を目指していた。1918年の春季構成は、 特攻隊と呼ばれる MP18 などを装備した不評部隊による浸透戦術が予定されており、A7V はこの支援に当たることになっており、突撃戦車という名称もこれに基づくものだった。一般の不評や突撃部隊と共に浸透戦術を想定した訓練も行われ、1918年3月21日の三貫丹北部での戦闘が初の実戦参加となった。 世界初の戦車戦は1918年4月24日午前に、フランス北部のアミアン近郊、ビレブルトゥヌー付近で、イギリス軍のマーク、砲戦車3両と A7V、メフィスト号、エルフリーデ号、ニックス号を3両の間で行われた。目型の射撃をものともしない、A7V の攻撃で2両が撃破されたが、応援のお姿が A7V、ニックス号に砲弾を散発、直撃。 5名を戦死させ、戦車を放棄させた。残りのドイツ戦車は交代した。この時、ドイツ側の不評部隊も交代しており、イギリス軍の戦車も放棄するには至らなかったため、戦闘の結果判定は、イギリス軍の勝利とされている。なお、ニックス号は脱出した乗組員が再登場し、自力で帰還している。また、エルフリーデ号も損傷を受けており、 戦闘終了後に操縦ミスから転覆し、行動不能となった。同日、一両の A7V と七両のマーク A ホイペット中戦車との戦闘が発生した。やはり機銃しか持たない、イギリス軍戦車は一両が A7V の方により、破壊され、三両がドイツ軍ア方の直接射撃で失われた。結局、A7V が実戦で使用されたのは50日余りだった。 共商国側が合計で6000両余りの戦車を投入可能であったのに対し、ドイツ側は20両の A7V と合わせて、六角戦車部隊100両弱程度しか投入できず、大きく戦局を転換させることはできなかった。1917年11月のカンブレーの戦いにおいても、イギリス軍は計324両の戦車で持って降着した。 戦線に突起部を形成することに成功したが、これは再びドイツ側に奪い返された。戦車の投入は前線では有効であったものの、戦争全般に与えるほどの影響力は持たなかった。1918年11月11日に第一次世界大戦は休戦したが、1919年1月にベルリンで発生したスパルタクス団の武装放棄の鎮圧に捕獲した。 マーク、砲戦車2両や、装甲車と共に1両の A7V が、反革命義勇軍側の戦力として投入された。ヘジと命名された、この戦車は、実戦投入された車両ではなく、訓練学校にあった教習車か無戦車を武装させた、ものであったようだ。ヘジは2月6日のバイマールで行われた、国民議会の警備も行っている。4月17日に、ブラウンシュバイク、 5月11日は、ライプツヒで、バイマル政権発足前の混乱鎮定に使用された。1919年6月28日のベルサイユ、条約調印後は、ドイツの戦車保有が禁じられたため、平時も、協商国に引き渡されたようだが、末路については、はっきりしない。転倒した、エルフリーデゴ1918年4月24日の、 対戦者戦闘後に行動不能に陥ったエルフリーデゴーは最初に強争国に捕獲された A7V となり走行テストや対談テストなど様々な試験に強されこの時の様子は16ミリフィルムにも残されているパリのコンコルド広場で他の戦時捕獲品と共に展示された後1920年にスクラップにされたと推測されるフランスはフリー号以外に 503, ローティ号、526, フリードリヒ二0号、ニクス号、ヘラクレス号を入手した。ヘラクレス号はイギリスに引き渡されたのではないかと考えられている。フリードリヒ二0号は爆破され、他の車両も部品が取り外されてから解体されたと思われ、最後にローティが1922年に廃棄された。戦後はフランスが接収した車両の一部がポーランドに、 売却され、1919年2月からのポーランドソビエト戦争で使用されたとも言われている。若干の証言者によれば、1920年の停戦時には5両の実動車両があり、1926年まで一部が運用されていたというもので、事実であればポーランドはドイツよりも長い期間 A7V を運用したことになる。 ドイツ降伏時に協商国に接収された車両のいくつかに末路のはっきりとしないものがあるものの、ポーランド、ソ連ともにそれを示す資料は発見されておらず、否定する意見もある。2013年、ポーランド東部のルバートをウィープアーズ川の川底で発見された戦車は戦後売却された A7V と思われる。一部の A7V は民間に売却され、 木材運搬に従事した後、軍に接収された。シュヌック号の手砲と、ーガニュージーランド軍は、1918年8月31日の戦闘で放棄されたシュヌック号とハーゲン号を捕獲したが、2両ともイギリス軍に引き渡された。2両とも戦利品として展示された後に、スクラップ処分された。他に、ヘラクレス号もイギリスに持ち込まれた後に、 スクラップされたと思われる。シュヌック号の手法と砲画の一部が、インペリアル・ウォー・ミュージアム・ノースで屋内展示されている。このシュヌック号は、フォードのフォードソントラクターをベースに自走可能なレプリカが制作され、2012年11月より、ボービントン戦車博物館で展示されている。アメリカは、ランスで放棄されていた、ニックス号2をテストのために1919 19年に、 持ち帰った。アバディーンでのテスト終了後、死者の標的として用いられた。アバディーンに展示される他の車両と同じく屋外に展示されていたが、1940年代にサビがひどくなったため、1942年に廃棄処分された。蒸気ローラーに牽引されるメフィスト号を現存する、メフィスト号を現存する車両はオーストラリア軍に捕獲され、現在も オーストラリアのクイーンズランド博物館にあるメフィスト号のみが唯一の実写である。メフィスト号は1918年4月24日にフランス北部ソンムビレルブルトンヌで砲弾穴に横転した状態で放置された。場所はドイツ軍側の広報地帯であったもののドイツ軍は2度の回収に失敗し周囲が 無人地帯になった時に進撃してきたオーストラリア軍が1918年7月22日に回収した。1919年1月25日にロンドンで展示されてからオーストラリアに運ばれ、1919年8月22日から1979年6月までクイーンズランド博物館の前に屋外展示されていた。現在は 修復が施され屋内展示されている。現在に残される当時の A7V の写真で横転した状態や車体側面に戦車を踏みつける王冠をかぶったライオンのイラストが描かれた写真があるが、これは本社の姿である。ドイツのムンスター戦車博物館でリオラマ風に展示されている某単号は1980年代末にメフィスト号を元に作られた。 成功なレプリカであるが、メフィスト号の方がは、トレッスル型と呼ばれる暫定型のもので、この部分の形状は2両の間で異なる。ありがとうございます。